はい、皆さんこんにちは、渡りぐるいです。今回は夢幻のごとくの続きをプレイしていきたいと思います。堺の町にいる今井早急に会いに来たので、早速今井早急に会いに行きましょう。どこにいるかというところからですね。せっかく早急に会いに来たんですけど、堺には今はいないという情報ですね。商売であちこちを旅しています。なので、早急がじゃあどこにいるのかっていうのを、ここできっと、情報を得るんですね。探索を続けます。大殿、大畑船の出来上がりまでしばらくお待ちください。ということなんで、なんか船が確かにできてますね。でっかい船が。ぐわっはっはっは。この船に巨砲を積めば、世界の軍勢と十分に争えようぞ。わっはっはーとしてますね。堺から南へ向かって貝塚を抜けるともう奇襲。いずれは奇襲も秀吉様のものじゃ。奇襲には迷いの洞窟があるらしいです。これもなんか気になりますね。信長様よくぞご無事で。しかしそのお姿は、千利休だな。日本の歴史上最大の茶人である。早速じゃが利休、早急と渡りをつけてくれんか。早急殿は今、堺におりません。情報通りですね。ですが、なんとか行方を探してみましょう。頼むぞ。堺にしばらくおる上、知らせてくれ。時があれば、また茶の湯の話をしようぞ。信長はね、利休をうまく使って、あるいは早急をうまく使って、茶の湯をね、流行らせた。人ですよね。マカオの港に降りてふと立ち寄った教会で魔の儀式を見てしまった。たくましい水夫の全身が震えているマカオか。マカオはね、昔は大好きでよく行ってましたね。回遊魚っていうね、リスボアホテルの地下に楽園があったんですけど、もしね、興味ある方いらっしゃれば、マカオ、リスボア、回遊魚で検索をしてみてください。魔王、東の国の魔王を滅す魔力を我に与えたまえ。魔王死ね！ふひゃ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 ーとしてますね。カブラルだな、今では。それはもはや人間の顔じゃなかった。俺は思わず逃げ出した。なるほど。カブラルめ、再びわしを狙うとは。では、あなたが信長、黒魔術に狙われたら命がいくらあっても足りない。だが、助かりたいのなら教会にいるオルガチの神父を頼ったらどうだ。オルガチの。ちょっと行ってみましょうか。教会はこの町にありましたからね。早速じゃあ、そのオルガチのなる、神父様に会いに行きましょう。これがだ、オルガチのだ。さっきまでいませんでしたからね。オルガチのじゃな。実はスイフからの、信長は水夫の話をオルガチノに伝えた。わかりました。魔教のやり方は許せません。カブラルはバテレンにも敵です。力を貸しましょう。仲間に加えますか。誰を外すかな。お国を外そう。清兵衛、安倍の生命強いんで、お国を外します。仲間に加わった。利休の使い。どうぞおいでください。早急様のことがわかりました。これイベントのトリガーだったんだな。じゃ、ちょっとついていきましょう。信長様、亀屋から来たという山伏から聞いた。お探しの早急殿は亀山の温泉に行かれた。しかし、いつ戻られるかわかりません。というわけで、じゃあ亀山に向かいましょう。亀山は北へ。では、亀山に向かいまーす。亀山に到着ですね。では、早速、早急を探しましょう。引っ越してきた女。何か、イベントが起こりそうな感じがしますね。まあ、それはさておき、先に早急を探します。信長様でございますな。茶屋四郎次郎、徳川に仕える大将人。主の家康がお越しを待ち望んでおります。どうか。猿と狸の喧嘩に関わっている暇はない。なれど、くどいぞ。どうしてもおいでいただけませんか。
では、主から預かってまいりました武具だけでもお納めください。おー、泥丸で合ってるかな？ちょっと。あ、強いけど、槍の方が強いんですよね。ちょっと槍をそのまま装備しましょう。代わりに、生命に遊びできないな。じゃあちょっとせっかくのいい武器ですけど、今後に取っておきます。で、肝心の早急はどこにいるんだ？早急を探して、ちょっとま、この村を探索しましょうか。出て行ってもらえませんか？あなたとは会いたくありません。たとえ兄の言いつけでも。娘の瞳が涙で光っている。どういうことだろう。で、早急がいないな。ちょっと早急をもう少し探索しますか。今井早急を知らぬか、お前忍びであろう。そうですね。さっき、なんか、いなくなったり、現れたり、謎の動きしてますもんね。いや、早急の居場所がわからないな。もうちょっとこの娘の周りを探索しますか。出たり入ったりすると、いたりいなくなったりしてるんですけどね。まだいるな。今井早急様を峠あたりで見たという人がいる。そうですね。ちょっとじゃあ、峠の方に向かってみましょうか。信長、殿の天下取りに、お主は目障りじゃ。これは勘弁ですね。再び信長には死んでもらわねばならぬ。たとえどのような手を使っても。あれ、なんかいるな。堺から来られたという商人が島へ渡って行かれました。きっと山奥へ温泉に入りに出かけられたのでしょう。島へ渡るには、水を切り裂く剣を使うしかない。使おうではないか。おりゃー、清高を見つけた時に使った剣ですね。では、早急を探しに行きまーす。では、ダンジョンの中に入りました。宝箱なんかもしっかり回収しながら進んでいきましょう。文字をきちんと並べよう。なるほど。何か武具が手に入るんだ。石で草を殺す。殺す草を石で。草を殺す石で。なんだろう。うわ。鬼だな。ちなみに乱丸を入れました。乱丸をパーティーに復帰させてます。信長、罠にかかりおったな。誰だ？早急を探していると知り、堺に偽の情報を流し誘い出したのじゃ。信長、覚悟せよ。ん、ボス戦だ。なんだろう、穴と内膳なのかな。ちょっと読み方ごめんなさい。わかる方いらっしゃれば教えてください。いきなりボス戦想定してなかったなぁ。どうしよう、召喚して。全力で行くしかないな。すげえ !519 も食らうのが一撃で。いや、これは、セーブをあんまりしてなかったから、まずいな。いやー、やられた。これは強いぞ。勝てる気がしない。209、もう死ぬ。もう死ぬぞ。いやー、やらかしたな。
まあ一応それでも主力を尽くしはしましょう。信長が死んだ。死で信長。なんかイベントかな。普通死ぬとこのまま終わっちゃうんですけど、我が殿には目障りなのじゃ。ぐわ。信長はかろうじて洞窟の脇を走る川へ飛び込んだ。だがついに意識を失ってしまった。信長は一人、川下へと流されていった。イベントでしたね。いや、強すぎたもんな。官兵衛は信長暗殺を企む一方で、密かに信勝と家康の結びつきを調べていた。あの狸が信勝をそそのかしてこの秀吉に歯向かってくるのか。家康を叩く良い機会ではありませんから。しかし、大殿が、殿、もはや邪魔者はおりません。まさか大殿、関係、天下取りに動き出されません。家康めと決戦じゃ、信勝のもとに使者を出せ。小牧長久手の戦いの始まりかな。あ、忍びに倒された信長は、傷を受けて川を流されていった。信長は完全に意識を失っていた。これは先ほどの娘ですね。秀吉は信勝を長浜城へ呼び寄せ、家来のように扱った。信勝、よくぞ参った。まあ座られ。信勝だと。お主とわしの中を妬む奴がおる。分かっていようがどう。いや、タヌキは織田家のためにならん。織田家になりかわり、天下を狙っておる。猿、わしを手なずけようとするか。猿よりもタヌキの方が信じられる。少なくともわしを信勝とは言わん。不愉快じゃ。猿、戦で会おうぞ。信勝め、家康と結びつくか。こうなれば家康めと戦じゃ。わしは信長よりも上じゃ。わしが作る天下こそ神が望んでおるのじゃ。これは家康かな。殿、秀吉軍5万が近江へ迫っております。信勝様より援軍の要請が。いかがいたしましょうや。半蔵はまだ戻らんか。あのお方が我が元へ来ていただけんとわしは秀吉に屈服するしかない。戦の勝敗は半蔵が信長を連れて戻れるかどうかにかかっていた。お、第3章が終わったんですね。先の必死の手当てにより信長はようやく回復した。信長殿、不覚でしたな。我が妹先が助ければ危ないところでしたぞ。ではわしを狙ったのは官兵衛の手の者だ。官兵衛、秀吉の野望の強さを知り、信長は家康につくことをついに決心。皆を岡崎の宿へ連れてまいれ。わしもすぐに岡崎へ行く。はっ。信長様、私をお供に連れて行ってくださいませ。半蔵に命令されてわしを監視するつもりか。いえ、親の仇なのになぜか兄に背いてもついて行きたくなりました。わっは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 。看病していてわしに惚れたか。くのいちとの旅もよかろう。わっはっはっは。仲間に加えます。信長は近江を過ぎて美濃から岡崎へ入った。秀吉が自分を殺そうとした以上、家康につき、秀吉を抑え込まなければならない。信長は腹を決めた。わしが狸についたとして猿目がどう出るか。というところで、では第3章終わってキレがいいので、今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。次回第4章から始めていきましょう。